山本周五郎とめさんとその女とめさんは通船会社の万年水婦である彼はもう38になる蒸気菓子切っていや村の漁夫たちを入れても一番色の黒い男だ黒いといってあんな黒さがあるだろうか噂によると どんな暗闇の中でもトメさんの顔だけは黒く見えると言われている。彼は右足の親指がない。お人よしで、グズで、いつものどをゴロゴロ鳴らせている。言うまでもなく、それは悪い病気のせいだ。しかしトメさんにはトメさんの哲学があった。20年も蒸気に乗っていれば、誰だって。 どこかしらなるようにはなるべえさ彼はバカ踊りの名人だトメさんは35号線に乗っている船長はブルさんといわれる70近い老人で体の水ぶくれに膨れた中気闇であるその上もうすっかり目がかすみ始めているので航海の舵を取るのは無理であった しかしブルさんはがんとして抱きを離さない。おらがこの船を降りるのはおらの死ぬ時だと言っている。それはそうかもしれぬ。けれど目のかすみはひどくなるばかりで、その春だけでも3層の漁船を突き沈めてしまった。そこで会社では、なんと物分かりのよい人たちであろう、トメさんに。 ある役割を与えた。だからトメさんはいつもへさきのところに立って叫んでいる「面かじだ石炭船が来るぞ」とかあるいはまた「ああぶねえごスタンをかけろ鳥かじだ」とかその役割はトメさんの気に入ったらしい。彼はしばしばこう言っていた。 おらがいねえば35号は闇だみんなは彼をすっかり小バカにしている一番ちびの16になる雪安にさえせせら笑いをされているしかし彼自身はそんなに自分を見限ってはいない20年前にそう思ったように今でも「もうそろそろ一花咲かせるのもいい」 考えているそこで蒸気菓子の高梨の奥さんに毎月いくらずつかの貯金をしてもらっているわけだそれはチビの雪安までが「蒸気のりの面汚しだ!」と憤慨するほど熱心なものであった彼の故郷は霞ヶ浦に面した鉾川にある父親は漁夫で彼は その2番息子に生まれた5人の五人の兄弟と1人の妹がいる。彼はそこでも親や兄弟たちから小バカにされて育った。彼だけは寮にも連れて行ってもらえなかった。ただ一つその頃からバカ踊りが自慢でこれだけは誰にも負けぬ自信があったし鉾側の人たちも「バカ踊りはトメさんに限る。 許していたのであトメさんは17の年に故郷を出たその前の年から彼は霞ヶ浦汽船の水婦として働いていたが母が死んだあとへ来た後沿いのママ母と折り合いが悪くその女は八兵衛売春婦上がりであったどうしてもうまくいかないので一花咲かせるために家を飛び出した そして高浦へやってきてブルさんの下で働くようになったのであるトメさんはせっせと貯金をしたバクチもしなかったし女遊びも極めて時たまのことであったそれもできれば誰かにおぶさるのだ酒だけはどうにもならなかったしかしどんなことがあっても一号で済ませるあとは そばにいる誰かに愛想を振りまきながら相手の酒をちょろまかす貯金が増えるに従ってその倹約ぶりもますますひどい噂によると船の油をくすねてまでため込むというやがて貯金帳の数字が一桁二桁と目につき始める自分になるとしかしそこで決まったように 運命の変化が訪れる。トメさんに女ができるのである。ねえトメさんと高梨の奥さんが言う2年だけ辛抱してごらんなさい悪いことは言いませんお前さんならできるんだから辛抱してごらんなさい辛抱するだよおかみさん」とトメさんが答える。 今度はまったく、オラもう目が覚めただ。今度こそ辛抱するだから。まあ、見ていてくださいよ。よろしい。そこで高梨の奥さんは見ている。やっぱりだめだ。女はトメさんをだまし放題にだましたあげく、どこかへいなくなってしまう。そしてトメさんの気の抜けたようなバカ踊りが、 しばらく蒸気菓子を陽気にするのであったけれどそんな状態は長く続かないやがてトメさんは踊らなくなる黙り込んでしまういつもへさきのところにかがみ込んでぼんやりどこかを見守っているあ,あうんと時々低くうなる 彼の役割が自然と放棄されるのは致し方がないブルさんがかすんだ目をむき出してむやみやたらに35号線とねじ合うのはそういう時期であったほぼ2月ほどもこんな様子が続くとしかしトメさんはまた残高50銭の貯金通帳を持って高梨の奥さんのところへやって来るそして奥さんとの間に 前のような問答が繰り返されるのである奥さんだけが彼の味方であったのであるまたしてもとめさんに女ができたまたしてもしかも今度は噂の広まる頃には既にもう栗橋という船着き場の近くにある壊れかかった百姓屋を借りて女と所帯を営んでいた ある晩トメさんはひどく真面目な顔つきをして高梨の奥さんを訪ね貯金通帳を返してもらいたいと頼んだ「これで五度目ですよトメさん」と高梨の奥さんは言った「私はもう何も言いません今度こそしっかりしてだまされないようにしなさいよもうお前さんも八ですからね 分かってるだよ、おかみさんとめさんの本気な顔がその時ひときわ黒く輝いた今度こそ大丈夫ですよ本当だよずっと目からのなじみなんだからどこの女なのいた子で勤めていただとめさんの話すところによれば彼女は 長いこといた子で遊女をしていたので、とめさんとは三年この方の深い仲なのであった。そういったとき、とめさんの目は恥ずかしそうに潤んだ。二人は極めてたまにしか会う機会がなかったにかかわらず、行く末は必ず夫婦になろうと約束していた。そこで今度女の年季が明けたので、約束にたがわず、 はるばるとやってきたものであるという。まるでこうや高をみてえな話さ。とめさんはいい機嫌に笑った。結構である。高梨の奥さんは貯金通帳を返してやり、いくらかのご祝儀をそれに添えた。とめさんは飽きはぜのように喜びでふくれながら帰っていった。 三十五号線は一日おきに塩崎と高浦で競線する。栗橋はその中間にある小さな村で、どちらからも一里半ほどの距離があった。一里半が何であろう。高浦泊まりの時は相手さえいれば、高浦食堂の自転車を借りるし、塩崎泊まりの時は貸し伝いに歩いて、とにかく、 彼は必ず家へ寝に帰るのであった。就航の船がつながれる。さあ、忙しい。トメさんはふんどし一つになって船の上を駆け回る。あっちへ走るかと思うとこっちへ。ほうきを投げ出す。バケツの水が跳ねる。タバコ一服の暇もないのだ。掃除が済むと。 もうトメさんは栗橋の方へ肝そぞろに走っている時によると往復の余裕が二時間ほどしかないことがあったそれでもトメさんはうちへ帰るのだ何しろと彼は言う何しろおっかあのやつは針が持てるじゃなし字が読めるじゃなし一日見ねえことにゃ 退屈して死んでしまうとぬかすだからねしょうがんめえかようにトメさんが気をよろしくしている一方上気のり仲間では賭けが行われようとしていた今度の女がいつトメさんを捨てるかというのであるしかし実物を見なければ満足な賭けはできないじゃあその女を拝見しよう みんなは相談した。ところがとめさんはうんと言わなかった。うちへ来てくれるのもごめんであるし、外へ連れて出るのもお断りである。自分たちをそっとしておいてもらいたいのだ。仲間はあざ笑い、ののしり、くさしつけた。アメンボのデレスケだと言った。よろしい、そのとおり。悪口なら気の済むだけ言うがよい。 そんなことには生まれて以来ずっと慣れている。へへへへへ。トメさんは笑っていた。ひとばかりたった。同じ会社の27号線に義州と呼ぶ水夫がいた。まだ18にしかならぬのに彼は通船会社切手の女たらしの名をとっている。 細表の朝黒いきりりとした顔立ちで声の少ししゃがれているのが沿岸の子守娘たちは特にたまらなく浮気心をそそられた何しろ27号のエキゾスエンジンの音が響いてくると航路の沿岸へパラパラ女たちが飛び出してくるそうである彼の持ち物の多くが麦わら帽子だの草履だの 手帳だの、あるいはパンツだのハンカチだのがみんな彼女たちの心を込めた贈り物だということは誰にも否定することのできぬ事実であったある夜高浦食堂で四五人の船員たちが酒を飲んでいたそして話がトメさんのことに触れた時義衆がむっつりした声でそっぽを向いたままつぶやいた。 ひでえ女だ。まあちょっとあんなひでえ女はねまったくよ。なんだ義州。みんなは義州の方を振り返ったところが彼はまばたきをしながら天井の節穴を数えているははあ、そうかみんなはじきにのみ込んだ彼らは義州のやり方を知っている。 そこで椅子がやかましく集まってきた「話せ話せいつだどこで」フン魏衆はにやりと笑いたばこへ火をつけそれから長いこと天井を見上げたり盃でテーブルをコツコツたたいたりしていたこの前の潮崎きまりの日かな。 彼はやがて低い声で言う。そうだ。中の水門で五世壁の火事をおっべしょった日だから。おら、栗橋で降りただ。船長に頼まれて買い物もあった。うめえこと言うな。本当だ。山形屋のうどんを買うためだ。あの晩、エンジさんも食べたべが。 秋葉エンジナーがうなずいた船が高浦まで行ってくるのに1時間ある乙めの女ならそれだけあればたくさんだほら買い物をするとまっすぐに出かけていっただ家は知っていたのけ山形屋で聞いたさ義衆は杯の酒をすすって続けた 3時頃かな。いやもうちょっと遅かったんべね。ほら横庭から回っていった。すると女は縁側の向こうのところで寝転んでいたっけだ。まあ一杯飲め義衆。誰かが酒をついでやる。義衆は右足のつま先で床板をトントンたたきながら気取った様子で盃をあおった。 ほら何も言わなかった。女も何も言いやしねえ。何にも。名前を聞こうともしなかった。ひでえ尼だ。みんなはみだらがましくキャラキャラと笑った。義衆の話は蒸気菓子いっぱいに広まった。そしてそれからというものは。 栗橋で一時間ばかり下船するものが幾人となく出てきたのである。なんと不道徳な者たちであろう。彼らはトメさんの顔を見てはにやにや笑う。神さんは達者かいという。大事にしねえと、また逃げられるだぞ。大事にしねえとよ。知ってるだ、そんなこた。 とめさんは喉をゴロゴロさせながらうれしそうに答える。大事にしてるさ。あの女に間違いがあってどうするものか。そのために貯金帳は目に見えて減っていくではないか。とめさんが栗橋に書体を持って見つき目に、その女は高浦の上着がしに移ってきた。 子供の生まれるあてもないのにブラブラ遊んでいるよりは小商いでもする資本をこしらえる方がいい女は23年みっちり稼ぐつもりだと言って高浦食堂へ住み込んだのである予想していたにしろいなかったにしろその女を初めて見た者はひどく驚かされたそんなにも醜い女が世の中にあるであろうか 見にくいのは器量だけではない。なるほど牛のような肩をしている。手足の関節は木のコブのように伏しくれ、トメさんと負けず劣らず色が黒い。ぎょろりとした黄色い濁った目はいつもイライラと光る。頬骨が考えられぬほど張り出してる。ひどい縮れ毛で額がぐんと抜け上がってる。 金だらいの底をかきまわすような声で途方もなくわめき散らす。しかし、そうしたことなら他に似たものがないわけではない。彼女の醜さはむしろもっと内面的なものなのだ。長い間のすさみきった生活が骨の髄まで染み込んで、人間の持っている思いやりとか潤いとか、 温かさととといいうものがことごとく失われている。彼女の感覚は突き詰めたものだけにしか反応がない彼女の言葉は氷のごとく刺し火のように相手を焦がす彼女の思想には黄昏も暁もなくていつも真夏の昼のごとくあからさまに真夜中のごとく暗淡とした絶望しかなかった 彼女は掘り尽くされた行動を思わせる。干上がった灰道を思わせる。何もない、人たらしの血もないように見えるのだ。彼女は働き出した。そこでトメさんは、船が潮崎止泊まりの日には、船長を拝み倒して高浦で下船する。そして高浦食堂のどこかの隅で酒を飲んでいる。 鼻を刺すような地酒をそれも一号に限ってなめるようにちびちびやっている目尻で絶えず女房の立ち位を追いながらとめさんは女房に惚れきっていたのだ保護のような約束を信じてはるばるいたこから頼ってきた女の気持ちを思うと愛しくて愛しくて食べてしまいたいくらいなのだ かわいい甘だなあ。残り少なくなった甘どっくりを大事そうに傾けながら、トメさんは心からため息をつく。客の立て込む時には、彼はのこのこ立っていって、料理場から皿を運んだり、ビールの瓶を片付けたりする。彼はいくらかでも女房の手助けをしてやりたいのだ。すると女は、 うるさいねえ」と邪けんにわめきたてる「そっちへすっこんどいでな邪魔じゃないかバカバカしい」いトメさんはいたずらを見つけられた子どものように首をすくめながらこそこそ自分の席へ戻るさよう邪魔をする方はない女房は自分たちの小商いをする資本を稼ごうとして懸命になっているのだ たとえ目の前でよその男と見るに絶えぬ悪ふざけをしたにせよそれが彼女の稼ぎであるなら言うことはないではないか彼女がどんなにつらい思いでしているかは自分だけが知っているのだ客がすっかり帰るとしかしそれは大抵の場合白々明けであるがトメさんは女房に与えられている三畳の布団部屋へ入って寝る。 もちろん一番の蒸気のエキゾスがポンポンと鳴り出すまでほんのわずかしかまどろむ暇はないそして女房が店の掃除をしたり洗い物をしたりして寝に来るのは決まってトメさんが起き出していったあとであったこの間に一方では女の秘密が探り出されていたそれまでもたびたび 彼女はどここかかへ出かけることがあった誰にでも外出のようはあるものだ。ことに彼女は亀山の近くに親戚があるというから二度や三度泊まってくることがあっても不思議はないところが大変な親戚だ秘密を嗅ぎ出してきた十六歳の幸康が言う相手は畳屋の職人で。 まだあの女がいたこで稼いでいた頃の馴染みなんだ。夫婦約束をしたのはトメの方ではなくて、実はその畳屋の職人だった。ところで年季が明けてきてみると、そいつは住み込み職人で女と所帯を持つことなどはできない。第一、そいつは女のことなんかへとも思っちゃいねえんだ。その畳屋ってのはどこだ 栗橋の山形屋の向かい隣よ。へえみんなは目を向いた。それじゃあ乙の借りていたうちの五六軒先じゃねえかよ。女に来られてと雪安は続けた。そいつはすっかり途方にくれたんだ。そこでうまいこと言ってだましにかけた。 三年たてば店を出してもらえる。だからそれまでなんとか待っていてくれるってな。女は困った。けれどその時、とめのことを思い出したのよ。ひでえ甘さ。気のいいとめが三十五号線にいるのを探し出して、約束だから夫婦になってくれと持ちかけたんだ。その実、三年たてば、 畳屋の職人と一緒になるる。気でいるだから乙めの貯金をくすねたり高浦食堂で稼いだ金はみんなそいつの方へつぎ込んでいるんだこんなからくりは珍しいことではない我々の身辺にはもっともっと辛辣なあくどい欺瞞や詐欺が網を張っているただそれが美しい習字法で 巧みに覆われているだけにすぎないのだそれにしてもなんと複雑な匠の綾であろうかそれじゃあと誰かが言った時々あの女がどこかへ行くのはそいつと合いびきをするためだな栗橋の百姓屋はまだ空いているからな 彼らがこんな話をしていた時高浦食堂の一室ではトメさんがバカ踊りを踊っていたああ雪安たちが見たら何と言うであろうか三味線を弾いているあの女のそばでちびちび酒を飲んでいるのは今噂に出た畳屋の若い職人であるさあもっと陽気に。 女がわめく。トメさんは女房のいい機嫌を取り逃がすまいと懸命に踊りを続けている「そらもっと陽気にこの男は女房のいいお客に違いない鉾川名物のバカ踊りでこの男をたらし込んでやろう」「てけてんてんン捨てんてん。ン」トメさんは努めて滑稽を狙いながら踊り続けた。 女房は男の脇腹をひじでこづきながら黄色い歯をむき出して笑ったトメさんはますますどはずれた身振りをしながらしかし心の内では悲しく真面目な調子でつぶやいていた「オラももうそろそろ一花咲かしてもいい頃だなあ」。